主題歌言っちゃいます。この番組は玩具買取専門店のトイズキングがコレクター様の持つ懐かしいレトロ玩具や珍しいレア物に独自の市場価値を鑑定していく番組です。お宝発掘バラエティ出張鑑定トイズキング。こんにちは、ゆうすけです。今回は名古屋市中川区にある町中華の代表客の餃子屋さんにお邪魔させていただいております。名古屋市中川区にある町中華の代表格餃子園さん、10年以上通っているリピーターさんもいる超人気のお店。餃子園のオーナーの村瀬さんはレトロ玩具から最新のおもちゃまで幅広くコレクションされているゴリゴリのおもちゃコレクター。その中からこれといった一品を鑑定。前回の動画で簡単にではありますけども、そういったおもちゃ好きのお話を聞くことができましたので、そちらの動画もぜひ見ていてください。この2階にはおもちゃがたくさんあるということで、その中でも思い入れのある一品ということを今回紹介していただいて、で実際にそれを鑑定していきたいなと思っております。おもちゃは思った以上に価値が上がっているものもあれば、その逆に思い入れは強いんですけど意外に市場価値そんなに狙いかないなっていうものもあったりするので、非常に面白くて様々な レトロ玩具が登場してくると思いますので、ぜひ見ていってください。今回はそういった部分を忖度なしでバチッと価値を専門鑑定士に提示していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではやっていきましょう。はい、ではまた村瀬さんに登場していただきましたのでありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。こちらこそ。いえいえ。おもちゃを村瀬さんのコレクションを紹介していただくっていう話なんですけども、そうそう、ネタだと思ったら本当になっちゃいました。本当になっちゃいました。あの時のノリで話してた話が実現しましたね。鑑定させていただくお品物っていうのがこちらですね。高徳トイスの戦国魔人豪将軍。豪将軍。豪金です。豪金です。はい、結構思い入れのあるコレクションっていう。この頃になると高校生なんですよ。おー、はあはあはあ。でおもちゃを買う時点時も、まあ、確かにあったんだけど、はい、年齢がちょっと違うんですよね。ああ。なんで持ってるかっていうと、はい、あの昔あのホビージャパンとかの後ろの方で個人売買で見ます買いますとかあったじゃないですか。で、トマト見てドーンとか。お宝発掘。そういう中に入ってたんです。あ、そんな思い入れのある豪将軍ですね。今回鑑定させていただきたいんですけども、ここで専門鑑定士のヒロ君に登場していただいて、実際に鑑定していきたいと思います。鑑定してもらう専門鑑定士はこの方。おもちゃが好きすぎて玩具の鑑定士になって早10年。玩具に溺れ続ける毎日を過ごすまさにおもちゃバカ。好きだからこそできるその膨大な知識はトイズキングナンバーワン。どうもヒロです。ノリです。豪将軍はなんですかね、うん、今だからちょっとこう、うん、なんですか、スーパーロボット対戦とかに出るようになってから、うん、なんかロボットが、うん、結構こうフューチャーされるぐらいになったっすよね。当時これあのどちらかというとキャラクターに、そうですよね、うん、だからこのロボットシーンってほとんど出てないんです。出てないですよね。いつもその、うん、毎回同じバンクシーンで多分あれ神明さんが書いたスタジオ Z5 の神明さんが書いてると思うんだけど、詳しいそのシーンが毎回毎回フィニッシュ。そうですよね、使われて。で、合心って言ってるけど合体するわけじゃないじゃないですか。はいはい、豪将軍は合体じゃないんですよね。合体じゃないです。ここ重要で合心って合心なんですよ。残念なことにこの重要なパーツが確かにないんですけど。ああ、そういう感じですね。うん、こういうとなんかビームみたいなやつがビューって出る武器。ゴーフラッシャー。ゴーフラッシャー。うんと、まあで、この胸のやつ。はい。このまあ一番メインのね、マイクですね。なんかだけどもこれ持ってずっしりか。じゃあこのサイズでこの重さですもんね。高徳さんプラスチックのイメージがあったから、はい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 、はい、今回すごいんですよこれ。ああ本当に合金だわと思って。確かに。だから佐藤源さんと亀焼はじめさんがどちらか共鳴やったから、うーん、やってると思うんですけど、バルディアスと一緒の、はい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 、だからなんかあの子供が好きなロボット感が出てて、うん、でなおかつその戦国感もあって、うん、
非常にいいです。子供も多分ちゃんと狙ってるんですよ最初から。そうですね、これはあのスポンサー的には、うんうんうん、主題歌もすごく分かりやすいじゃないですか。うん、主題歌言っちゃいます。赤いすげえボタンを知ってるか、青いボタンを知ってるか、今その出た時だ。誰でも覚える。宇宙スペースナンバーワンって、はい、宇宙とスペースって2回行きますからね。そうですね。そうだ。で多分僕もそこまで満たなかったんですよ、うんうん、人気は。うーん、ただ、おもちゃは欲しい。作った数が本当少なかったんで。そうですね、はい、ちょっと面白いんで、うん、たまに見るかどうかっていう、うん、まずはもう箱があるっていうところがでかいっすよね、うん、そうですよ、すね、全然剥がれてないもんね。こちらの豪金戦国魔人豪将軍なんですけども、こちらの、今の状態ですと、15,000円。おお、はい、なるほど、いいですね。はい、やはり最初にあの先ほど話してたみたいに、お欠品がこう多そうに見えるんですけど、まあ、実際メインのロボットが残ってるんで、まずそれでお値段が結構高いっていうところと、あともう一つ大事なのがやはり外箱がある。これめちゃくちゃでかいんですよ、うん、あの箱がない状態の、本体でしたらもう少し市場価値が出てきます。正直な話、箱にも価値が出てきてますので、この箱と本体があるってことで、こちらの15,000円、下手したら武器より箱の方が価値があるものもこの時代のものは本当に多い。なるほど、はい、完品だったんですか。完品でしたら、3万5,000円ですね。なのでそのぐらい箱があるっていうのは大きい。ということでいかがでしたでしょうか。専門鑑定士のヒロ君に登場していただいて、あの豪将軍を鑑定していただいたわけなんですけども、どうですか、ね、値段的にいかがでした。高かったですよ。あ、本当ですか、うん、もうパーツないからもうちょっと安いのかなと。あ、確かにそうですね、うん、まあ、でもやっぱり話を聞いてると箱って重要ですね。そうです ね、 ね、僕自分が買う時もやっぱりパーツが多いよりも箱あった方が、ね、はい、選びます。あ、確かに、うん、確かにロマンがあるじゃないですか、はい、あちこちに情報が入ってて。なるほどなるほど、うん、これも確かそうですよね。カラーリングとか、うん、それもちょっとなんか、ね、年代を感じますよね。そうそう、あと僕の中の重要ポイントは脱線するけど、うん、はい、このラベルがどこで買ったか、こだわりですか。今 今ないおもちゃ屋さんとかだとひょひょ楽しめる。あ、それも、うん、この時代のこのレトロ玩具をコレクションしている楽しみの一つっていうな。そういうことですね。そういうことです、はい、ね、全部揃ってて完品だったら本当にやっぱり当時の定価の10倍、15倍ぐらいはやっぱりいくんだなっていうような、うん、ところがそのレトロ玩具の面白さっていうような。そう、お母さんこれ捨てて買いに行こうか。そうですね、本当ですね。大体僕も持ってましたけどやっぱり捨てたかなんかなくなってなくなりますもんね。今回の出張鑑定トイズキングは、はい、こちらですね、戦国魔人の豪将軍でした。本当に皆さんありがとうございます。そう、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、次回の鑑定もぜひよろしくお願いします、はい、では